三門竜徳寺は愛知県小牧市にある天台宗の寺院である。三号は順が当たる山。通称小牧不動。西春北部二十一大市の第五番札所。創建は十五世紀頃。当時には天狗と狸が登場する昔話が残っており、三門は天狗の門、締め図の門とも呼ばれている。昔竜徳寺の中にある森のホラー穴に、 炭獣という名前の狸が住んでいた。炭獣はいたずら者で村人を困らせていた。そこで村人が寺の住職に相談すると、住職は不動明王に祈った。すると祈りが届き天狗を使いに出し、懲らしめさせようというお告げがあった。ある日炭獣がまた村人にいたずらをすると、その夜天狗が寺にやってきた。 天狗が三門の扉を叩くので住職が門を開け中に入れると単十のいる洞窟へと向かいそこで大きな声でた十を脅した次の夜も天狗はやってきたが毎回門を叩いて住職に門を開けてもらうのは面倒として門を開けっぱなしにするようにと住職に行ったそれ以来三門はずっと開け放たれている慶長年代に 当時には宝物を盗みに盗賊が押し入ったという伝説も残っている。盗賊は三門で悲しりにかかり、不動明王に懺悔するとと決意を許された。単純の話はこの話が元になっているのではないかとする説もある。小牧、新百景天狗の門、株式会社小牧サービス。ありがとうございます。